こんにちは、さすらい坊主です。今回なんですけども、これから僕は名前を変えることにしました。さすらい坊主というね、名前ね、シンプルに僕は好きだったんですけど、南米を回ってるうちに、YouTube のチャンネルの名前を教えてくれって言われると、長くて覚えられないんですよね。これからは、ミズ冒険家っていう風にあるんですけど、やっぱりこう僕の本質、自分の中にある本質っていうのは結構こう冒険をしたりとか、いろんなそのまあ人が行かないようなところとか、地元の人と密着して旅をしていくっていうことが僕のまあ旅のテーマなので、地元の人の生活を自分で体験してみるってことがやっぱりすごく大事だと思うので、そういった意味でもまあ、新しい世界をですね、こう自分の中でも、そして動画にしてもですね、見せていきたいなと思っております。再生回数が一番多いのはやっぱりその女の子系なんですけど、これからは女の子系はやらないです。で、まあ出てきちゃうかもしれないですけどね、まあ友達とかこう一緒に旅をしてたりとかあるかもしれないんですけど、これからは本当に自分の旅を中心に更新していきたいと思います。冒険家ですね。まだまだこう動画内では見せきれてませんが、まあ、これからね、ミズの冒険を見ていただければと思います。それでは、次回の動画からお会いしましょう。チャオ。